この度、総理大臣として初めてのアフリカ歴訪の最初の訪問地としてエジプトを訪問することができ、大変嬉しく思っております。LCC 大統領をはじめ、エジプトの皆様方の心温まるおもてなしに心から感謝を申し上げます。エジプトは中東アフリカ地域の平和と安定にとって重要な役割を担う、日本にとって極めて重要なパートナーです。先ほどの首脳会談では、二国間関係から地域、国際情勢にわたる幅広い課題について、率直な意見交換を行い、日本としてエジプト、そしてこの地域の成長と繁栄に引き続き貢献していく決意をお伝えいたしました。また G7 議長国としてエジプトとの議論も踏まえながら今月の広島サミットに臨むことを説明いたしました。二国間関係では先ほど署名を行ったカイロ地下鉄4号線に係る協力や国際協力銀行による日本企業の風力発電事業参画支援と多方面にわたる息の長い支援を続けていきます。教育分野ではエジプト国内で普及が進む日本式教育について新たに高等専門学校の導入に向けた協議を開始しました。人材育成は国家の繁栄の源であり、日本は今後もエジプトに対する教育分野での支援を続けていきます。ロシアのウクライナ侵略を受け、多くの人々が食料価格の高騰に苦しんでいます。日本は円借款による農業用水の利用効率化支援や技術協力によるポンプの維持管理支援、無償資金協力を通じた農業生産性向上のための支援といったさまざまな事業を通じ、エジプトの食料安全保障強化に貢献して